アルキデスヒラタクワガタは、高注目、クワガタムシか、大クワガタ属に入る、クワガタムシの一種。スマトラオオヒラタやパラアンオオヒラタといった、オオヒラタクワガタとの関係も近く、身体の大きさも引けを取らないことから愛好者の間で、アルキデスオオヒラタクワガタと呼ばれることもある。また、横幅が広く太いことからアルキデスフトヒラタクワガタ、または単に、 ふとひらたくわたと記した図鑑もある。歩きですひらた野外単葉型 91mm、東北 35.2mm、胸幅 39mm 体色。黒系。1単葉型野外 90.6mm、東北 35.5mm、胸幅 39.05mm。2歩きですひらた単葉型野外 91mm、 東北3 5 2ト、mm、ル胸幅3 9ト、mm、ルスマトラ東徳産種で、標高8 0 0 1 8 0 0ルの熱帯雨林帯から高知商用樹林帯にかけて生息する。特に標高1200から1 6 0 0ルの高知湿原や沼地の縁、河川の岸の林に多い。多産する地域は限られており、アチェ州ラウトトア湖周辺。 北スマトラ州、カロ高原、トバコ周辺、西スマトラ州、タロング山麓から、カリーノッキー山麓にかけて、ベンクル州、南スマトラ州デンポ山、ランプン州ペサギ山などが産地として知られているが、森林開発や大規模火山噴火によって、壊滅、縮小した産地も多い。裏ラロエの木、スマトラ小弁の木、ヒラミカンコの木、柳ナギ アボカド、マメカデーゴ族、マメカアカシア族、ブナカマテバシー族など多様な紅葉樹を植樹とする。夜行性で昼は2本の幹や枝が接した隙間、木のほらや樹幹の着生植物の下、樹根の下に掘った巣穴などに潜んでいる。カミキリムシなど他の昆虫が食害した傷口から、流れ出る樹液に集まることは少なく、自ら頑丈な大顎で樹皮をかじって、樹液を湧き出させる。 本種が樹皮をかじって湧き出した樹液に、多種のクワガタムシやカナブン、ハナムグリ、ケシキスイ、スズメバチ、蝶など、多種の昆虫が集まる様子が観察されることがある。同じ環境に生息し、同じ樹種の樹液に集まるクワガタムシの種類は、数多いが、ほとんどの場合圧倒的な体格差により、本種が最も優位にあり、最高の場所を占有する。大型のオスは巣穴に、 複数のメスを住まわせていること。小型のオスがメスに紛れて入っていたり、多種のクワガタムシが入り込んでいることもある。もう一つの巨大種、スマトラオヒラタクワガタは、標高100-1000メートルの低地から、中山帯に生息するが、標高800-1000メートルで、混成している地域がある。混成時において、出現期や、 食樹の先行などによる住み分けは特に見られないので、出会って逃走することもあると考えられるが、観察例は知られておらず、どちらが優位にあるかは不明。幼虫はやや水分の多い立ち枯れの株や昆布、倒木に見られ、一本の口木から本種とスマトラオオヒラタクワ型の両方が見つかった例がある。ヒラタクワ型の仲間の中では、最大級の種の一つで、 オスの体長は30から98ミリメートル前後になり最大104ミ、mm、リメートルに達する個体が記録されている。一方、メスは小型で30ミリメートルから45ミリメートルが多く50ミリメートルに達する個体は少ない。本種の特筆すべき点はオスの体の横幅がクワガタムシの中で最も広くなることである。体幅は 全境中央部付近で最大となり4 3ト、mm、ルあるいはそれ以上にもなる。大顎の力は、クワガタムシ全種の中でも最上級と考えられ、特に短歯型の抗菌力は、挟む力が強い平たクワガタ類の中でも最高と言われている。そのため、本種の取り扱いには最新の注意が必要となり、特に短、歯型に噛まれた際には、出血を伴う可能性が高い。 また平たく輪型の仲間だけに、気性も荒く、オスは、交尾を拒否したメスを強力な体裁で挟み、殺してしまうこともある。本種のオスの体裁には二つの方が知られている。その一つ長派型は、体裁がやや細く長く先端が二股に分かれ、内派は小さく不明瞭で大きな内派は現れない。もう一つの短派型は、体裁が非常に太く短く、付け根付近に、 大きな第一内場が発達し、その外見は、工具のニッパーを彷彿とさせるものとなる。歯型は、連続的に変異し、中間的な形状の体裁を持つ個体も存在するが、多くはない。一般に、クワガタムシのオスの大顎の形状は、体長と相関関係があり、大型の個体ではその大顎も長く立派な、長歯型になることがほとんどである。しかし本種においては、 体長9 0ト、mm、ルを超える大型個体にも長葉型のみならず短葉型が多く発生し、モーレンカンプのコレクションに収蔵されている19世紀末に採集された短葉型の標本は体長9 7ト、mm、ル全胸幅4 3ト、mm、ルにも及ぶ。1980年代に本種の大型標本を数多く輸入した西山や須ノによると巨大な個体はほぼ、 すべて単波型であったという。どのような原因で長波型と単波型どちらになるかについては明確に判明しておらず、一説には幼虫時の温度や周辺環境の水分量も影響するのではないかと考えられている。原生林では単波型が多く、最終圧が高い虹林や農地周辺林では長波型が多くなる傾向がある。 他の平田クワガタと同様の方法で飼えるが、暑さには弱く、スマトラオーヒラタクワガタよりもやや低温な環境での飼育が好ましい。また湿地帯に生息しているため飼育下でもかなり湿潤な環境を好む。成虫の寿命は約1年半ほど。オスは非常に攻撃的なので、ベアリングや餌交換、掃除の際には噛まれないよう注意が必要である。幼虫は、 在飼育のほか、金紙瓶でもマットでも育つ、他の平たくわ型と同様に、腐食の進んだ柔らかめの材や劣化の進んだ菌床を好む傾向が見られる。ありがとうございます。